芦屋駅からおはようございます。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくりフランだよ。ゆっくりキルノだよ。ということで今日は6月25日の土曜日、あと1週間と少しで引退する大阪メトロの重慶に乗りに行くついでに大阪メトロの乗り納めなどをしていこうと思います。まあちなみに1ヶ月以上も前のことだから重慶はすでに引退してるから勘違いしないでな。初手からウプ主の式な5500系が乗車電として当たったね。ちなみに重慶よりこっちの車両の方を優先するとか言ってた気がする。アホすぎる。ちなみに尼崎と大物の間で線形の普通と並走ね。高加減速性能の高いジェットカーの方が先に停車する説。いやバリバリ被ったやんけ。まさかの被ってきた車両がウプ主の最愛車。5503F 大好き IT 流演車がキモかったので大阪梅田までカット。三両車が思いっきり停車してるな。ということで券売機でエンジョイエコカードを発見したんで、これで大阪メトロを乗り回していこうと思うよ。ちなみにこれバスも乗れるけど、今日は全く乗らないという。今の汚い映像はなんだよ。お、久しぶりのポルスタや。確か運用通りだと、この列車の2本後くらいに重慶が来るんだったよね。お、重慶が来た。残るはこの 1126FH 編成のみね。ということで梅田を発車。ちなみにこの 1126F は重慶で機器更新がされ IGBT 制御式になってる重慶系って部類だよ。なるほ、だから音が高いんだね。この車両ってもともと大阪メトロの企画館の仕様に合わせて地下に熱をためないように電気非直波制御を採用したんだけど、新しいの一番効率良かったから更新したよ。ちなみに更新後に新たに付けられた LED スクロール式の案内装置もあるわね。本町のあたりで車内が少し空いてきて座れるのぜ。やっぱり古い車両だから座席も柔らかいね。大阪南の繁華街、難波に到着ね。南海線も通ってる大きな駅だから降りる人も多いな。天王寺駅に到着。この駅は御堂筋線の中で、梅田、難波、新大阪などと同じく主要駅として機能しているのぜ。この駅にもたくさんの鉄道路線が乗り入れてるし、バス路線も豊富だよ。確かこの駅で、御堂筋線ホームに、吹き抜けみたいな構造になってた部分があったよね。まあこういうところからもこの駅の豪華さが伺えるぜ。長井駅に到着だよ。お、長井といえば自称南海自治でおなじみ SF 先生の最寄り線。実は長井からその SF 氏が合流して中本へ向かうぜ。まさかの本人合流。てかウプ主と SF 先生が演歌するの手初じゃないっけ。ほんまや。いや忘れてたんかい。北花田といえば伝説の爆破男の聖地よね。そう扱われるあいつもちょっとかわいそうに見えて。来ないわやっぱ。どういうことだ。そしてさらにこの駅からは半和総チャンネルも合流だね。そして総ちゃんチラッと登場。とりあえず北花田爆破しときます。終点の中本到着。意外とあっという間だったな。そして車内から出る瞬間に地面鉄になるウプ主の必殺技。マジで一生治らんやろこれ。普通に百科的に地面映してるの丸わかりなんやが、とことんゲスで草。てかこの車両 VVVF 車だからトラップドアいらないはずだけど、電気非直波車だった頃の名残で残されてるね。初めて俺の地面鉄が役に立ちまし。高鉄へ5発、小悪いへ茶ロースクワイホへ。この駅で仙北と南海に乗り換えることができるぜ。地上行って南海乗ろうてか思ったけど、ウプ主の地面鉄普通にやったらマリサに処刑されるし、役に立ってもマリサに処刑されるからやっても意味ないやん。あれは大天才じゃね。鳥間久しぶりに21系見たんだけど、しっかり更新者だな。てか重慶粉砕ということは、今度の粉砕対象が、こっちの20系になるんだね。同じ系統の車両が走る、千日前線、四つ橋線、谷町線、中央線はどうなるんだろうね。重慶で折り返して、今度は谷町線の八尾南を目指して天王寺に向かうよ。谷町線とかそこら辺の系統は合成音声が入ったせいで、なんか費用を食らってるらしいんだよね。まあ最近は費用を削るためにシャアなしに合成音声を入れたりする路線も増えてるのぜ。確か JR 九州の特急型車両とかそうじゃなかったっけ。まあ主が利用してる阪神電車も特急、急行、階級、難波線各駅停車、区間準急、準急で合成音声の自動放送が採用されてるよね。
天王寺に着いたからここで谷町線に乗り換えるよ。ということで今回はここまでだよ。やっぱり知ってる車両が引退するのは悲しさがあるね。次回は谷町線に乗って八尾南に向かうよ。次回の動画もお楽しみにだぜ。ということでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどしてくれたら嬉しいよ。それじゃあ次回の動画もゆっくりしていってね。じゃあねー。